これは平成18年のですね当15ですねまあ3層回路のスタンダードの問題だと思いますまず A 問題ですね、えー、図1ですね左側の方ですね、えー、これで Y 決戦したとで平行3層負荷にですね線間電圧が210ですねで、えー、3層電圧を加えた時回路を流れるですね線電流 I ですね これはルート三分の十四アンペアであったとで。負荷の誘導性のリアクタンスエキスを求めなさいというものですね。ただ上に書いてあるのはですね、えー、力率がですね、八十パーセントとこうなりますね。無効力率がまあ六十というのがこれヒントですな。はい、A 問題の方のね、えー、解説ですけど、まずあの送電圧ですね。 1>, はい、1層分の総電圧はあこれをですね V の P、これフェーズという意味がある,あるらしいですわ、この P はね、これはあそうお線間電圧のですねルート3分の1倍ですから、えー、ルート3分の210ボルトと、こうなります。そうすると、おインピーダンスはですね、えー、このお総電圧をですね電流で割ればいいですね、はい <coughs> あの、線電流で割ればいいですね。 まあ、ここの場合はスターの場合は、洗電流イコール送電流になりますんでね、はいそうするとこれはあ15オームとこういうことになります。さあ、それで無効力率が、あサインシータが0.6ですから、これは z 分の x ですんでね、x はあサインシータすなわち0.6にですね、z をかけたもんで、えー、9オームですよと、えー、こういうことになりますな。 はいえー、B 問題ですけどねさっきあのスターにしとったあの負荷をですねこれをですねデルタ三角につなげ直しますこれね。で、えー、図2のようにですね総電圧を今度はですね200にしたんですな。はいえー、で、えー、消費電力はなんぼかとこういうことなんですね。 まあこれやり方いろいろあるんですけどね、まあ、これが多分一番スタンダードだろうと思うんですけどねまずあのあれですな送電圧ですねあのいわゆる負荷のですね、えー、一層に加わる、ま、電圧ですねこの場合は負荷の方は線艦電圧イコール送電圧になりますわなだけどまあ一応線艦電圧で表してこれ E にしましてね、えー、あれですな送電圧×電源のね 送電圧倍倍ですすから200倍のールートとこうなりますそれからあ今度はですね負荷の方の送、えー、電流ですね R と X 流れる電流ですねこれを IP にしますとね IP は、えー、これ線間電圧イコール送電圧ですのでね E を Z で割ればいいわけですねそうすると、えー、15分の200ルート3と。 こうなりますこれはまあ出してもいいんですけどねこのまま動かしますはいそうして今度はですねそのデルタの方の負荷のね、えー、1層分の電圧をスモール P キロワットにしましたはいそうしますとこれはですね、えー、電圧ですな線間、えー、電圧にそれから送電流ですな はい、をかけたものにコサインシータをかけます。はい、で、まあ、これでやってもいいんですよ。だけど、まあ、ここであのキロワットで変えてしまうと思うんですからね <laughs> ちょっと失敗しましてそれで、まあ、あの10のマイナス30をかけた分数にすればこれがあの分母の方に行きますよね、はいえー。そうしますとこれを計算するとですね、えー、キロワットとこうなります。はい、そうしますと 全消費電力のこの3倍ですわな今のはこれ6.4の1層分でしょだから3倍せなあかんですね。キロワットというのは1 9 2 k とこういうことになります。